皆さんこんにちは、沙織です。今日は髪の毛を巻くところを撮影したいと思いますので、よかったらゆっくり見ていってください。そう、前回前々回の動画で私は美容師をやっていたっていうことを言ったと思うんですけど、まあ、なんか参考になればなと思って、アップしていきたいと思います。で、使うコテっていうコテアイロンは、ビダルサスーンのものですね。こちらを使っています。これね、なんかすごい可愛いんですよ。キラキラしてて、キラキラが好きなのかな。で、温度はこれね、140度から200度まであるんですけど、170度ぐらいに私は設定しています。巻いていきます。まず裾をこの下の方を内巻きにするんですけど、ちょっと画面越しで怖い。ちょっとこっちに鏡があるんで、鏡を見ながらちょっとやっていきます。最近すごい毛が抜けちゃって剥げるのかなと思ってるんですけど、元々細いんですけど、量もそんなに多くはなかったんですけど、ますますなんか少なくなってきた気がして、やばいですね。普通のやつ、ここにちょっと円形があって本当剥げてるんですけど、それもなんかね、ストレスなのかな、どうなんだろう多分ストレスだと思います。なんかこの円形って3、できたら3ヶ月前のなんていうの、ストレスとか食生活が現れるらしいんですよ。で、できたのがいつも8月ぐらいに多分発見されたんですけど、まあ、その前からちょっとやっぱりコロナかな、うん、コロナでね、やっぱりストレスになった方多いんじゃないですかね、今年は。本当私も最初めちゃくちゃ怖かったんですけど、今はなんか気をつけ、うん、ね、なんだろう、だからといって消毒、アルコール消毒とか手洗いとかを行ってるわけではない。ちゃんとマスクもするし、でも本当に最初の頃、まあ、4月ぐらいとか3月4月ぐらいから言うと、ちょっと私の中では不安とか恐怖とかそういう感情はなくなったんです。あ、すいません、脱線しちゃった。いや、後ろがめちゃくちゃ跳ねてるんですよ、わかります。でもこれめっちゃ怖いんですよね、短いから。なのでちょっと気をつけながら開けます。後ろは特に右側がすごい跳ねやすいですね。これは多分手流れとか影響だと思うんですけど、割とこう右が跳ねる方多いんじゃないでしょうか。で、まあ、そう、巻きました。後ろもね、巻けないんで、巻かないんですけど、頑張ってめっちゃ怖い。頑張ってもここまで。髪の毛伸びたら大丈夫なんですけどね。はい。これで、ここ、完成です。では次は、どこを巻くかというと、トップ、いきます。トップは、ほんと上の方だけを、すくって、持ち上げて、でこれで髪の毛めっちゃ抜けるんで、で、私結構ペタってなってすごい絶壁なので、ここでこう根元からこうこする、熱を当てます。こういうこのように、そしたら当てたら毛先だけをくるっ巻きます。よいしょ。そして今度はこっちの方ですね、こっちの上の方ちょっと斜めに取って、暗いくて分かりづらいかで、ちょっと同じ、あ、違う、こうやってやって、これも上の方にアップステムでこうワンカールですかね、します。こっちも同じように斜めに取って、ちょっと注意です、こうやってで、そしたらこの上、この下と上を巻いたんで、ここのなんか中間っていうんですかね、を取って、まあ、そこまでアップステムじゃないけどワンカールします。これ分かりづらいですか。で、こんな感じでやっていきます。ちょっと待って、この中間をよいしょ、なんかあれさせます。私はちょっとよく分からないんですけど、まあ、なんとなくでここら辺かなっていうところを探してもらって、この辺かなって、この辺をね、なんかあれします。
中間をふわっとさせました。こうなるとちょっと昔の感じになるんですけど、まあまあ前髪巻きますね。前髪は私すごい伸びたんで、前はこんぐらい短かったんですよマジで超短かったんですけど、今ちょっと前髪も伸ばし中で、すっごい邪魔なんで、まず上ですね、この上の方をちょっとこう流したい、こっちに流したいんで、こう斜めに、こう斜めに取っていきます。こうじゃなくてこう斜めに取って巻きます。よいしょ。ワンカール、これあんまりグリンってやりすぎると大変なことになります。そしたら、下の方も巻きます。取って、怖いんです、鏡見ます。よいしょ。これは気をつけないと火傷の原因になります。で、こうするとほらこう流れますね。そしたらこの下の方も、こっちはそこまで強く巻かないので、本当にちょっと熱を通すぐらいですね。あんまりクリンってやらないことです。あの毛なんかあれっていうか、こう前髪のこの流れって短い方から長い方へ流れるんですよ。なのでこう流したい方を、こっちをまあクリンって、することによって、こっちはちょっと長いまま、あんまりこうグリーンで巻かないようにするのがポイントです。そして最後、このままだとちょっと昔っぽいんで、このここをね短く切ってもらってるんで、ここをつまんでですね、こう外巻きでもいいって言ったんですけど、まあ外巻きリバースにこう巻いていきます。あんまり巻きすぎると本当に昔っぽくなるんですけど、でちょっと内巻きに巻いてあげたりとかして、なんかこうどっちにも流れるようにしますね。顔周りはちょっと大事なので、こう奥の方は、奥っていうかここの顔周りより若干耳側はリバース巻きですね。こう外巻きにして、この顔周りはちょっと内巻きにしてあげて、こんな感じでどうですか。で最後に、本当はね、ワックスとかつける、ワックス、オイルというか、バームか。バームをつけてあげ、バームと、クリームタイプのなんかオイル、オイルじゃない。クリームタイプのものをこう、一緒に使うといいって言ってましたね。こんな感じです。いかがでしょうか。ということで、今日は普段私がやっている髪のセットですねを紹介させていただきました。どうですか。結構やっぱボリュームが出るとパッと華やいだ印象になるかなと思います。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録といいねよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さわりでした。バイバイ。